カロッツェリア・トゥーリングは、そのデザインとスーペル・レッジェーラ構造で有名な、イタリアのコーチビルダーである。トゥーリング社は1966年12月31日に、活動を停止した。カロッツェリア・トゥーリング、スーペル・レッジェーラエンブレム、1938年生、アルファ・ロメオ 8C のものカロッツェリア・トゥーリングは、イソッタイコール・フラスキー2社の元テストドライバーで、 プジョーのイタリアでの代理店を運営していたフェリーチェビアンキアンデルローニにより設立された。アンデルローニは友人のガエターのポンゾーニと共にカロッツェリア・ファルコの株式の過半数を購入しトゥーリングと改名してポンゾーニがその経営者となった。ファルコ社はアルファロメオのチャンピオートドライバーのアントニオ・アスカリの兄弟ビットリオ・アスカリの所有でアルファロメオ、シトロエンのイタリア工場 以前の急ったフラスキー2の工場からわずかの距離の北ミラノのすぐ郊外に所在していた。当然、トゥーリング社の最初のボディ製造の契約はこれらの企業との間のものであった。アンデルローにはトゥーリング社を単なるデザイン会社としてではなく自動車製造業者にすることを考え、会社の発展のために同業者の技術を取り入れた。トゥーリング社は 自身のスーペルレッジェーラ方式の前身となる、ハフバリ軽量フレームのチャールズ・ウェイマン方式のライセンスを導入した。トゥーリング社は、以前に1927年のイソッタ・フラスキーに、フライングスターでアンデル・ローニと共に仕事をしたジュゼッペ・セレニを、トゥーリング社として、初めての専門技術者として雇い入れた。トゥーリング社の軽金属と、 ハフバリ交換フレーム構造の技術は1930年代の航空機製造の分野で商業的成功を収め、アンデルローには特許技術のスーペルレッジェーラ方式を開発した。この超軽量方式は、細い交換で胴体の形状を形作り、それを薄い軽金属板で覆い、骨組みの強度を補強する構造であった。軽量であることは、もちろん、 スーペルレッジェーラ方式には非常な多様性があり、これにより、トゥーリング車は迅速に革新的な動体形状を作ることができた。第二次世界大戦に先立ち、トゥーリング車は、スーペルレッジェーラ方式のアルファロメオのデザイン、特に 8C2900 で名声を得た。もう一台の有名なトゥーリング車製ボディは、空力的な BMW328 であった。 アンデルローニは1948年に死去する前、戦後すぐに会社を再建し、フェデリコ・フォルメンティと共に、戦後の傑作のいくつか、フェラーリ166クーペやスパイダーの開発に、関わった。戦後、トゥーリング社は、スーペルレッジェラ方式を広くライセンス提供する、ことで急速に活力を取り戻した。アンデルローニの息子、カルロフェリーチェビアンキ・アンデルローニ、一般的には、 チッチと呼ばれたマイナスは、ポンゾーニの指導を受けながら、会社の経営を引き継いだ。二人は、会社が営業を止めるまで経営権を掌握していた。トゥーリング社は1950年代遅くには、ペガソゼットマイナス102、アルファロメオ1900スーパースプリントと2600、アストンマーティン DB4、ランチアフラミニア GT、ランボルギーニ 350GT と 400GT、 マセラティ 3500GT のシリーズ生産で活況を呈した。トゥーリング社はハドソン社のチーフスタイリストのフランクスプリングと協力して1954年のハドソンイタリアを開発した。しかし、この活況も多くの自動車メーカーが車体製造作業を自社内で行うようになり長続きはしなかった。トゥーリングはピニファリーナやイタルデザインのような大手の競合他社にも 立ち打ちできなかった。伝統的な手法と高い水準に執着したことが、最終的に没落につながった。トゥーリング社の従業員の多くはカロッツェリア・マラッツェエ、うり・ランボル・ギーニのボディ製造を続けた。父自身は、アルファ・ロメオのデザイン部門のアドバイザーとなり、最終的には、デザイン部門全体を統括するようになった。2003年以来、ビラデステ・コンクールでは、 トゥーリング製のボディをまとった最もエレガントな車に、カルルフェリーチェビアンキアンデルローに記念トロフィーを授与している。カロッツェリアトゥーリングのスーペルレッジェラは、2006年にマラッチが国際的な自動車関連企業のゼータ、ヨーロッパグループとの協業に合意し、ゼータヨーロッパ社にトゥーリングスーペルレッジェラのブランド使用権を譲り渡した時から、新しい展開が始まった。 カロッツェリア・トゥーリング・スーペル・レッジェラは、ミラノを拠点とし、広範囲にわたる自動車デザインと試作車の開発を、担うことになる。格式ある2008年度のビラデステコンクールで、トゥーリング・スーペル・レッジェラは2つの新しいプロジェクトを、披露した、ベラジオ・ファストバック・トゥーリングは量産車、マセラティク・アトロポルテをダイナミックなードアに綿密に、改装したモデルで、a 八 g c s ベルリネッタ・トゥーリングは、 マセラティの機械部品と新しい軽量シャーシを基本とした全く新しい設計の小型軽量のスポーツカーである。ありがとうございます。